全国高等学校総合文化祭は、全国から各都道府県を代表する高校生が集結し、美術作品の展示や演劇、音楽の舞台発表などの芸術、文化を披露する日本の高等学校の文化の祭典。文化庁、全国高等学校文化連盟、開催地となる都道府県都市町村及びその教育委員会が主催する。 全国高等学校総合体育大会に対比して、文化部のインターハイとも呼ばれる。全国高層文祭と略記されるほか、全校総文、総文、総文祭とも略される。規定部門、共産部門の発表、展示会等のほかに、以下のイベントが開催される。第12回熊本大会から大会化として作詞。 高専坂井美正歌曲、のり松美きの全国公文連の歌が総合開会式で歌われ、合わせて全国公文連期の引き継ぎ、前後開催都道府県の演技、演奏や国際交流が行われたりする。近年では秋篠宮が出席されている。全国の高校のマーチングバンド、バトントワリングなどにより、開催地でのパレードが行われる。 1989年から演劇、日本音楽、郷土芸能の各部門において優秀校とされた学校には東京国立劇場において後日上演する権利が与えられる。主催者の全国高等学校文化連盟の事業である国際交流が総合文化祭の際に行われている。放送部門リハーサル全国高等学校文化。 例名に専門部が置かれている19部門前述の規定部門のほか、協賛部門が設けられる。開催権独自の部門が協賛部門となるので、設けられる部門は大会ごとに違う。ここでは各大会でそれぞれ異なるシンボルデザインについて説明する。主に開催年や開催地名などが使われる大会の相性。大会の基本方針や基本理念を象徴する。 大会のキャッチフレーズ。開催地の高校生が考案する。全国公文連のマークを中心に開催地や大会をイメージして作られるマーク。開催地の伝統的な文化や特色などを象徴するマスコットキャラクター。大会を一般に認知させるために使用される絵画ポスター。開催地の高校生が制作する。開催地への誇りや愛着を表現し、 大会を盛り上げるために作られる曲。開催地の中高生、または開催地出身の作曲家が作詞作曲する。作曲されたものは、プロの作曲家などによって、合唱や吹奏楽、ピアノ独奏など様々な系統の音楽に編曲される。内定が発表された開催予定地を含む。2010年の第34回宮崎大会は、 公定期発生の余波がある最中で開催されたものの北海道とか地地方、静岡県、鹿児島県の一部の高校10校129人が不参加となった。県は大会による経済効果を約12億1000万円と算出している。2011年の第35回福島大会では東日本大震災の影響によりパレード及び 水奏楽部門、マーチングバンドバトントワリング部門、JRC ボランティアは中止、書道部門、放送部門は作品審査のみとなり、演劇部門は香川県、郷土芸能部門は岩手県で開催され、その他の部門でも会場、日程変更がなされた。2020年の第44回コーチ大会は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、 主催の公文連、文化庁、県等が協議した結果、生徒が集まらない形での開催に変更を行うと発表。一般社団法人日本イベント産業振興協会が主催する第7回 JS イベントアワードにおいて特別賞を受賞。ありがとうございます。